あらみなさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイがコンビニで使えるキャンペーン開始、ローソンでポイント最大 2.5 倍ということで、今回は楽天ペイがローソンに特化したキャンペーンが開始されたので、そちらをお伝えしたいと思います。それではまず概要からなんですが、ローソンにて楽天ペイアプリをご利用でポイント最大 2.5 倍ということで、キャンペーンの期間というのはもうすでに始まってまして、2019年の6月の3日から2019年の8月の31日までということで、こちらのキャンペーンかなり長めですね。そしてポイントがもらえるまでの流れはざっとこんな感じです。ステップ1、このページからエントリー。ステップ2、ローソンにて楽天ペイアプリでお支払い。そして、ポイント最大 2.5 倍の還元を受けることができるという流れですね。結構シンプルです。で、今回の対象店舗なんですけども、まあ、ローソンはもちろんなんですが、ナチュラルローソン、ローソンストア100での利用も含みますということになってます。対象となるお支払い手段として、まあ、それぞれ分かれてるんですけども、特典1、ポイント2倍をもらう場合は、楽天カードもしくは楽天エディでのお支払いということですね。ちなみにここにも書いてある通り、楽天カードのアメックスは対象外にはなっております。そして特典2、ポイント 2.5 倍をもらう場合は、楽天ペイアプリでのお支払いであれば 2.5 倍を受けることができるということですね。これはちゃんと楽天カードと紐付けして、合計で 2.5 倍の計算ということになっております。で、対象外となるものはざっとこんな感じです。まあ、ちょっと数が多いんですけども、まあ、書いてある通り新聞とか、タバコとか、あとはエディのチャージなどなどということですね。で、最後に注意点なんですけども、大まかな注意点として、まずはエントリーが必須。これは必ずやってください。あと 2.5 倍を受けるためには楽天カードがもちろん必要となっております。次に楽天カード、楽天エディのポイント上限は1万ポイントまでということですね。あと最後に楽天カードの特典と楽天ペイアプリのポイント付与というのは別々の申請になるということになってます。あと、まあ、細かな注意点に関しては、このエントリーするページに記載されておりますので、ぜひ確認してみてください。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか？楽天ペイとローソンのキャンペーンということで、今は他の QR コード決済のキャンペーンの真っ最中ということもあるので、もしこのキャンペーンたちが終了したら、今回のローソンと楽天ペイのキャンペーンを使ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、あとは Twitter もしてますので、Twitter のフォローなどをしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうも、ありがとうございました。